淀川区は、大阪市を構成する24行政区のうちの一つ。梅田スカイビルから望む淀川区内淀川区は、大阪市内の北部、淀川の北岸と、神崎川南岸に挟まれた位置にある。東は、東淀川区、西は、西淀川区、南は、北区、北は、水田市、豊中市、兵庫県山ヶ崎市にそれぞれ隣接している。古くは、 淀川の渡しや野瀬街道などが通る交通の要所であったが、近代以降は多くの鉄道が通過しており、都心部や近畿各地と直接結ばれているほか、東海道、山陽新幹線により首都圏や中部、中国、九州の各地とも高速度の交通で直接結ばれている。区の産業は、江戸期には農業などが中心であった。旧来、 中津川の洪水に悩まされながらも、肥沃な農業地帯であったようで、地域の農民は自力で中島大水道を改作した。鹿島には幕府の銭座が置かれ、伝統的に工芸の盛んな土地で、酒はなだ、銭は鹿島と言われるほど良質な銭化が生産されていた。現在では、卸、小売業、飲食店を中心とする商業活動が主であるが、 機械器具製造業、金属製品製造業を中心とする工業活動も盛んであり、小工業活動とも常に本市の上位を占めている。明治以降、淀川の改良で区画整理が進み、さらに淀川を渡る橋もいくつか架けられた。1910年に身の終わりま電気軌道が開業すると沿線では住宅地下が進み、ターミナル駅である13駅一帯は、 国内随一の繁華街へと変貌した。一方、第二次世界大戦後の1964年には、東海道新幹線の開業に伴い、区内東端に新大阪駅が設置された。遠方からのアクセスの良さから、駅周辺には、ベンチャー企業などが集積している。1990年代以降の再開発により、駅北口を中心に、高層のオフィスビルが建てられ、現在では、 大阪市の副都心に指定されている。大学専門学校高等学校中学校、小学校1925年3月までの西成郡としては、上津村と北中島村の全域、西中島町の西側部分、中津村の淀川右岸地域、宇多島村と詐欺ス村の一部、1925年4月の東淀川区成立時の北川口町、 西町、三国町、三国本町、宮原町、十八条町、南宮原町、三戸屋町、木川町、十三東の町、十三西の町、今里町、篠の目町,町、新高町、堀上町、当時、西淀川区の区域であった鹿島町、塚本町が、現在の淀川区の主たる地域となる。新大阪駅三国駅中心となる駅は、 新大阪駅。第2の中心及び区役所の最寄り駅は阪急13駅である。日清食品本社ビル、新大阪、賃貸事務所の賃料相場とエリア情報貸事務所、ドットコム大阪。ありがとうございます。